しがしでさんとは毎晩やではでも見会を開いてる気ましたが、話せる範囲で裏話はありますか。もうでも大体飲みの話で酒飲んだ後に本当にどうしようもない話をしてましたね。一部だけ使われたんですけど、結婚できねえわって東出さんが言ってたと思うんですけど、やっぱり結婚に向いてないんだと思うんですよね。初期のザンビア2日目3日目ぐらいで悪いことを頼まれた時にやってしまうっていう言い方を僕はしたんですけど、その人がいいので目の前の人が困っててお願いをしたらそれを手伝うのが当たり前だという価値観だと思うんですよ。で、そのいい人という価値観が女の子がなんかじゃあこのスポーツを手伝ってくださいって言った時に、多分そのベッドの上でやるスポーツを手伝ってあげちゃう人なんですよね。目の前の人を幸せにするのが良いことであるというふうに感じてしまう人だから。で、もちろんその結果、今目の前にいない人が不幸せになるということが多分見えてないんですよね。要は、その、目の前のこの状況で、目の前にいる人たちが飲み会とかで幸せになって楽しくなればいいよね。で、じゃあ料理をしますも、目の前でお腹空いてる人がいるんだったら料理俺が作った方がいいよねっていうので、その、まあ、言っちゃ悪いですけど禁止眼的なんですよねっていう人だなっていうのが僕は思いました。はい、それがいい悪いは別にして、人によってはいいというし人によっては悪いという。だからヤクザなんだよね。ヤクザって身内には超優しいけど、身内じゃないってやつにはものすごいひどいことをするじゃないですか。そこのね、その要はでもヤクザもヤクザなりの倫理観なんですよ。だからその東出さんは東出さんの倫理観っていうのもあって、その人間も大事だし動物も大事だし、で目の前にいる動物を大事にするし目の前にいる人間も大事にするっていう、なのでその倫理観が一般的な人間とは違うっていうことなのかなと思う。